そうです、自分自身、打席数が結構去年と違って多く立たせてもらったので、まあ、その中で、役割としては塁に出ることが、先決だったので、そういった意味では、まあ、しっかり塁にも出れて、ホームにもしっかり帰ってこれたかなと思います。はい、なんかこうボードとかでもネバネババッティングとか書いてあるんで、うん、そういうのはこう、まあ、なんですか、僕の特徴というか、まあ、そういうのが出てよかったかなと思いますけどね、うんうん、そういうのを覚えてほしいなっていうふうに思うし、個人的には、まあ、目標だった開幕、スタメンと、143試合ショートで全部出たっていう意味では本当は1年間、充実してた1年でしたね。さっきの話なしね。さっきの話なしで、はい、あのやつねとかのなしですね。タクヤのやつどんなのだったんですか。あーね、覚えてる、覚えてます、覚えてます。あったっすね。その話今展開しよう、ちょっと後から言って。ランナー一塁から、まあ、まあ追い込まれた後ですね、多分健介さんが、で僕普通に走って健介さん打ってボテボテで抜けたんですよね、ライトに。ライトに行った時にやっぱ一塁からホームまでってなかなか帰ってこれないと思うんですね、普通の単打で。長打だったらまだ分かるんですけど、単打であそこ帰ってきたっていうのが、まあ、やっぱり足を生かせたなっていうので、まあ、そのプレーになりました。ああ、やっぱり30個が目標だったんで、まあ、そこはこう達成できたのは良かったんですけど、春樹の方が早いし、まあ第3とかも間近で見てきたんで、僕は全然及ばないなっていう気持ちが大きいですね。はい、いや、でも今年は走ってもう20個超えたあたりぐらいから、まあ、多分タクヤが飛ぶんじゃないかなと思ってましたけどね。そう、久しぶりのセカンドがなんかで、2回がなんかに武田正さん投げてて、正さんも久しぶりだったんですよね。で暴投してしまって、暴投してしまってファーストに、でそっからなんかもうめっちゃ難しい打球が3、4個ぐらい来てたんですよ。それでも全部攻めて取ったんで、ちょっとあのメンタリティ強くなったなって自分で思いました。覚えてる、楽天戦のやつ覚えてるだよ。いや、なんかあったなっていうぐらいかな。いや、結構俺それ印象残ってんだけどな。楽天戦覚えてない、あのパッて投げた中さんの後ろにこうやっていって動こうとして点入って、その後なんか1、2時間とか拓哉のゲッツでパーって投げて、あああったね。そんな感じはもう、もうそんな感じですよね。うっすら覚えてますよね、そうやって言われると。あ、あったなっていうなんて。デイゲームだよね。デイゲーム。デイゲームだね。違う。覚えてないよ。広島戦3連戦で3連勝したんですよ。その時に、剣士の、まあ、守備と攻撃が輝いてたなっていう。多分センターかライトで多分ファインプレーしたんですよ。センターだ。飛びついたやつが飛びついて、左中間かな、左中間、あれ多分難しかったと思うんですよ、やっぱ外の球場で。覚えてるっす、それ。ああ、そうだ、そんなんあったわ。それ良かったかもしれない。僕は広島戦が覚えてるんですよ。で、あとバッティングも勝ち越し打ったのかな、打ったよ、打った、大瀬良から2ストライクから打った。僕はてっきりあの神宮のこと言ってくれるのかなと思いましたけど、神宮のこと覚えてない。森福さんのやつはもう鳥肌立ったっす。あのやっぱ森福さんに散々打ちやられてきて、しかもその時こう切羽詰まってたんですよ。0対0から、確かそうだよ、翔平ナイスです。で勝たなきゃいけないっていう試合で、2アウト2塁か3塁、2アウト1塁から岡が走って、森福さんに変わったんですよ。そんで変わりっぱな初球打ったんですよ。打って、でその試合勝ったよね。勝った、その1塁で勝って、わーってなったんですよ。森福攻略したみたいな、うん、森福さん攻略したんですよ。いや、森福さん攻略したと思って、散々森福さんにやられてたので、あの呼び捨てのところカットしてます。あれ僕ランナーやったので覚えてます。僕走ってでパッて言って、リフトオーバーってこれ帰ってこなきゃぐらいな感じで帰ってきたんで、その時でもハイタッチスルーされましたけどね。僕帰ってきて、ホーム帰ってきて、
出迎えてくれるのがタクヤおったんですよ。で、あ、タクヤいるわと思って、うわーってタクヤに行こうとしたら、もううわーって言ったと思ったら、そのままハルキの方走ってったんで、僕はあの何もせずにハルキの方走ってきました。僕はあのホームコーチだったんで、次のバッターで、はい、おーってホームコーチ行って帰ってきて、あいつなんか多分したかったね、うわ、こうやって僕こうやって帰ってきたから、僕走って帰ってきたから、もううわーってこう抱きつこうと思ったんですよ。そしたらうわーって一目散でハルキの方走ってたから、そのまま手をパーンやって、そのままハルキの方に行ったんですよ。それはもう覚えてますね。森幸さんってやっぱ去年から、まあ、ハルキと僕でほんとことごく出てきて、あの抑えられてたんですよ。だから今年二人で考えてどうやって打つかっていう考えてて、まあ言えないですけど、こうこうこうしてやりましょうみたいな言って、その僕が打ったのと、ハルキが打ったんで、そっちの方が嬉しかったんで、だから多分気持ちがバーッと上がったんですよ。忘れられてた、はい、流れが1対0で悪かったんですね。どうにか俺ここ走って、で次タクヤやったし、なんとかしてくれんだろうぐらいな、陽さんタクヤだったらなんとかしてくれんだろうぐらいな気持ちで走って、まあ、もう結果セーフやったんですよ。もう普通に言ったらアウトですよ、牽制反対逆つかれてるし。ただその気持ちを見ててほしいなっていうことで多分書いたんだと思います。まあ傍から見たら、あいつ何やってんだよみたいな感じになりますけど、でもそこセーフにするっていうのがまたこいつらしいなっていうか、完璧ですからね。やっぱり余裕のセーフだったんで、流れを変える男っていう杉谷拳士みたいな感じですけど、ああやってピッチャーにこう投げさせて、まあ、自分のリズムでバッティングするのもそうですけど、やっぱ塁に出ることがやっぱ一番あれなんで、あれはもう本当技術としてもう盗みたい技術ですし、まあ、ずっとこう粘っとけば絶対甘い球だって来るので、それを逃さずパーンって打てればもっと打率も上がってくると思いますし、そういった意味ではこうもうベンチで見ながら見てますね。もう見てほしいじゃなくて見てます。もうずっとシーズン通して横でずっとうわっとか言いながら見てました、ね、はい、やっぱり毎回できるわけじゃないんで、本当に簡単に終わったりとか、こう粘ろうとしても粘れない時もあるんで、うんうん、その時の、まあ、調子だったり相手ピッチャーの特徴だったり、まあ、配球だったり、本当こうやっぱ相手バッテリーも考えてくるんで、うん、なんていうんですかね、こうよくこう実況と解説を聞いてても、うん、簡単に終わりましたねみたいな感じで言いますけど、本当難しいんですよね。なんか中島らしくないとか言われますけど、本当に毎回できるわけじゃないんで、本当こう粘りたいって気持ちは強いんですけど、あれ一番しんどいさ、もう 2-3 で拓也がバッターだとゲットがあって、セーブどもが今でも置いてますけど、4、5回走って全部ファウルしよって、その時結構余裕あって買ってたんですね。それ買っててなんかこう走ってこう高いのこうパッて見たらちょっとニヤッとしてるんですよ。こいつわざと打ってんのかなと思いながら覚えてる。セーブ、セーブです。俺もうしんどかったもんマジで。来年は、というかまあ来年も、143試合、ショートで全部出て、また、まあ、今年、はフルイニングできなかったので、来年フルイニング出て、やっぱ頼もしい、ショートになっていきたいなと思います。僕はもうまず、レギュラーダッシュっていうのは、レギュラーを奪うっていうことが、一番の課題だと思ってるので、まあ、やっぱセカンドセンター健介さんも陽さんも、安泰じゃないぞっていうところを、来年1年でどうにか越せられるように頑張っていきたいなと思います。はい、個人的には、規定打席にも立ちたいので、はい、それを目標にやっていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー。